ヘルフォルト市外に置かれたエリーザベトの胸像エリーザベト・フォン・デア・プファルツはドイツのプファルツ・ジンメルン家の公女で帝国修道院の一つヘルフォルト女子修道院の修道院長修道院長としてはエリーザベト三世と呼ばれるまたエリーザベト・フォン・ベーメンの名で呼ばれる場合もあるルネ・デカルトとの哲学的な往復書館で知られているプファルツ選定校 フリードリヒ5世とその妻で、イングランド王、スコットランド王ジェームズ1世の娘である、エリザベス・スチュアートの間の、第三次、長女として生まれた。兄に、プファルツ選定校カール1世、ルートビヒ、弟に、カンバーランド校、ルパート、モーリス、プファルツ・ジンメルン伯エドアルト、フィリップが、妹に、画家、ルイーゼ・ホランディーネ、ヘンリエッテ・マリー、ハノーファー選定校、 エルンスト・アウグスト・ヒゾフィーがいる。また、イングランド王・チャールズ2世、ジェームズ2世兄弟は、母方の重帝で、イギリス王権ハノーファー選定校、ジョージ1世は老いに当たる。父が、ボヘミアの対立王に選ばれたために30年戦争に巻き込まれ、亡命者として、生涯を送ることとなった。1620年に、父が、ジリオ・プファルツを、カトリック軍に占領されたため、 オランダのデンハーグへ家族を連れて亡命したが、幼少時は、父方の祖母ルイーゼ・ユリアナと共に、ハイデルベルクに残り、1627年に、ハーグへ移ってからは、母エリザベスに養育された。ごく若くして、亡命生活を強いられたことで、逆に本格的な学問に触れる機会を手に入れ、格好たる世界観を持つ女性に育った。家族からは、古典と学問好きを、 ギリシャ人と揶揄されあまり仲が良くなかったが、画家ヘラルト・ファン・ホントホルストとオランダ人女性哲学者、アンナ・マリア・ファン・シュルマンと地遇を得た。エリーザベトは最初は、シュルマンと、ついで、フランス人哲学者のルネ・デカルトと交流を深め、デカルトとは、彼が亡くなるまで活発な文通を続け、デカルトの最も熱心な弟子の一人であった。1644年のデカルトの、 哲学原理はエリーザベトへ献じられている。また、手紙では、マキャベ・リの君主論のサトル表を求めている。さらに三帝エドゥアルトが1645年にカトリックに改宗したことや、翌1646年にマッテイ・フィリップが殺人容疑で逃亡したことに衝撃を受けて、病気になった際、たびたびデカルトから手紙で励まされ回復した。ルローの実のエリーザベトは、 同年に、ハーグを退去、一時重廷のブランデンブルク選定校、フリードリヒビルヘルムの宮廷に投留した。1649年のデカルトからの長い手紙の、最後のものは、エリーザベトの母方のおじである、イングランド王チャールズ一世の心境と革命による、処刑についても痛む言葉を述べ、ベストファーレン条約の結果、兄のカール一世、ルートビヒは、プファルツに復帰できるが、 領地が半減になることに対しては、半減しても価値があるものとエリーザベトに書き送っている。1650年に兄と共にハイデルベルクへ戻ったが、兄の離婚、再婚に憤慨して離れるなど、相変わらず、家族とはしっくりいかなかった上、哲学論争でデカルトと対立したシュルマンと疎遠になり、スウェーデンへ招かれたデカルトが隠しするなど、こういう関係でも、 大きな喪失を迎えた。その後は、大戦帝国の妹で、ヘッセンカッセル砲白ビルヘルム6世に嫁いだ、ヘイトビヒゾフィーを頼って、カッセルで暮らした。1634年から1635年に、かけ、カトリック教徒のポーランド王ブワディスワフ4世から、求婚されたこともある。ブワディスワフ4世は、ローマ教皇から特面状を取り付け、元老院にも、 エリーザベトとの結婚を承諾させたが、エリーザベトは国王にカトリックへの改修を求められると断固として拒絶したため破断となった。1661年にヘルフォルト女子修道院の補佐修道院長となり、1667年に修道院長に就任した。そこで、領地経営に手腕を発揮、食産工業と修道院の図書室拡張に尽くし、 修道所に弁学を進めるなど文芸を進行した。また長い年月の間に、エリーザベトの精神には、哲学者、ニコラド・マルブランシュや、ゴットフリート・ライプニッツとも交流を持ち、ラバディストに加わっていた旧ユー・シュルマンを、他のラバディストと共に各前若い、クエーカー教徒でエリーザベトと文通し合っていた。 ウィリアム・ペンは1676年と1677年に二度ヘルフォルトを訪問した時エリーザベトに歓迎され、彼女の死を悼む文章を残している。しかし、エリーザベトの神秘思想に対する愛好は、経験なるターハシントである修道院領内の住民たちとの紛争の種になった。ラバディストがヘルフォルトを退去したのもこうした圧力が原因とされている。 1679年12月に重病に倒れ、末妹ゾフィーとライプニッツが見舞いに訪れたが、回復せず、1680年2月8日に61歳で、亡くなった。ヘルフォルトのミュンスター教会の祭壇床に墓と墓姫が残されている。エリーザベトの死後ライプニッツは、彼との出会いで哲学に興味を抱いたゾフィーに、宮廷哲学者として招かれ、 名ゾフィー・シャルロッテにも徴用され、哲学への関心と学問奨励の精神は、エリーザベトの次の世代に受け継がれていった。名の一人で、兄の娘、エリザベート・シャルロットは、イボイモートルイーゼへ宛てた手紙で、懐かしい思い出話として、晩年のエリーザベトの気候を伝え、事情から受け取った、使い古したバスタオルの穴を、陰気の染みがついたと勘違いして叱り、 間違いとわかる大恥をかいた、夜間用の簡易便器をマスク代わりに顔に被る、ボードゲームのバックギャモンをするときにバン蜜葉を吐いたり、サイコロを床に投げたり、まるでいたずらをして、親に鞭打たれる子供のようになっていったと振り返り、自分とエリーザベトに共通点があると語りながらも、悲しい思い出として述べている。こうした、エリーザベトの気候は、プファルツ・ジンメルン家を含むビッテルスバッハ家の地と、 関係があると考えられ、彼女に血が濃く出たのではないかと推測されている。ウィキメディアコモンズには、エリーザベト・フォーン・デアプファルツに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。